すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、5番ホールパー3です。こんな感じで真っ白な砂とバンカーとラフと、綺麗な景観のホールになっています。上げているので124ヤードですが、かなり上げているので8番アイアンぐらいで打ちたいと思います。Great shot. Oh. Great shot. Thank you. That was awesome. バーディーパットです。わあ、綺麗ですね。5番ホールグリーンからの景色です。ああ。ああ、ボギー。スパイグラスヒル5番ホールパー5、すいません、パー3でした。5番ホールパー3から見た、景色です。6番ホールパー4です。スパイグラスは5番までがオーシャンビューのコースですが、ここからは、森林コースになっています。狙い目はバンカーとバンカーの間。Good shot. Nice. 打ち上げのパー4で残り173ヤードですが、打ち上げなので、5番ユーティリティ180ヤードでいきたいと思います。ナイスショットだったような。ダメ。ブックアップして全然ダメショット。ダメショットでした。うわ、すごい残っちゃった。超アップヒルのフックだ。全然弱いじゃない。すみません、またもやダボになってしまいました。7番ホール、ちょい打ち下ろし右ドックです。おお、おお、真ん中に行きました。ダメ、175ヤードです。4打目です、残り35ヤード。ナイス。8番ホール、打ち上げのパー4です。ちょっと、オッケー、これ、バイサイド、156ヤードしかないんですが、今日打ち上げなので、トップ5に行き、また下がり。17、18ヤード、
これを寄せてパー取りたいと思います。いい、なるほど。オーマイゴッド、9番ホールパー4です。右のバンカーに入れないように、右のバンカー約200ヤードちょいで届きます。フェアウェイキープしたいと思います。左第2打目ファーストカットから残り170ヤードですが、上り入れて185、あー引っ掛けた、あーバンカーだ、バンカーでした。熱く入りすぎました。ノー、 OK。 残り100ヤード。シャンプして鹿に当てないように。取りました。はい。仕切れてたい。No, it's kind of slow. 11番ホール、パー5です。いいショット。11番パー52打目です。キャディの、ジャックによると、途中でフェアウェイが途切れているので150ヤードのレイアップします。うまくいきました。おー、ショート、ショート寄せてパーを取りたいです。おー、ここはラーニング、 It's like she go left, it's not much。